エルザさん、伯爵より。姉さんがついに倒れたんだ。早くどうにかしないと。実は。あれ？通行証がない。さっきのあいつか。嫌がった。こら待て。通行証を盗むなんて、それであなたのお姉さんが喜ぶと思ったの？そんな一時の感情は関係ないよ。俺が恨まれてても、だって死んだらそれは。持っていきなよ。いいの？あ、俺には君のしたことが悪いかと。もちろん盗みはいけないことだけど、でも君の。ありがとう。あんまり甘やかしちゃダメよエルザ。通行証はどうするの？まあクォークに頼む。まったく、お人よしもほどほどにしろよ。通行証は俺のを使い、代わりは新しく作ってもらっておく。助かったよ。ありがとう。